傘持ってもらってもいい？傘。傘持ってもらっても大丈夫。いい汗かいたぜ。暗いんだね。暗いね。どっちだっけ？家はどっちだ？こっちから来た。新宿なんか目印がないと分かんないんだな。ヨドバシカメラ、セガ。向こうだな、多分。お疲れー、かっちゃんいらっしゃい。なんだ、あ、手つなげない、うん、疲れちゃーん。楽しかった。はい、ワード2、ゼリーさんいらっしゃい。いい汗かきました。飲んだん声いいね。うん。ミスチルも合ってたし、古いアイドル合ってたよ。古いアイドル。古いアイドル。森高千里さんの声合ってた。寒くはないかな。寒くないよね今日。うん。森高千里はね、あゆみさんがいつも歌ってる。あ、そうなんだ。へえ。寒くないよ全然。全然寒くない。花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。ノンタお願いします。さっきの分もやるわ。もっと上、もっと上。あや、ありがとうございます。やばいやばい。あれ？のが引かれる。ありがとうございます。ありがとう。帰れなくなっちゃうよ。絶対 YouTuber って言われた。絶対 YouTuber って言われたの？違います、生主です。 YouTube なんてキラキラしたものやってません。キラキラまあリア充じゃない、もっと底辺ドロドロしたのやってんだよこっちは。なめんなよ、うん、なあみんな。こっちは底辺這いつくばってんだよだってアーカイブ載せるだけだもん。うん、課金とかね。うん、課金とかね。うん、うんとか社長とか知らない。うんとすんが村井とかね。うんとすん村井とかね。そう、バターとかね。バターとかね裏切りもんだよあいつあいつは裏切りもんだよ。お疲れい、アミちゃんいらっしゃい。肺にダメージを与えてきたよ。俺の理論だとダメージを与えても大丈夫なぐらい回復した時にとどめを刺すんだよ。それ超回復を狙う。金が出るかもしれない。そうそうそう。逆になんかそう、ね、ボロボロに直そうとする。そうそうそう。その理論、その理論です。ダメージ与える。そう、とどめを刺す。回復しかけたところでとどめを刺すことによって超回復が起こる。超回復が起こるか高熱を出す。そうそうそう。明日高熱を出して一気に直すみたいな、うん、そう、熱出た方が楽なんだよな次の日。長引くのが一番嫌だ、うん、女の人綺麗、俺の彼女だよ。お疲れアメちゃん。小さい頃は神様がいて不思議に夢を叶えてくれた。なんだっけ、なんだっけ、タラタタタタタタタ。魔女の宅急便いいよね。タラタラタタラタ。時は今カーテンを開いて静かな木漏れ日の
優しさに包まれたならきっと、いや別に失礼ではないでしょ、うん、女の人綺麗ですねって彼女だよって褒め言葉だよ。メッセージまだ歌い足りないよ、うん、だって紅もさ、ゆなんだっけ、愛を取り戻せも今日歌わなかったんだよ今日は手加減したんだよ、手加減、風に免じて歌ってあげなかったから、くれない、びっくりする、くれない、歌わなかったの久々だよ、カラオケ行って、こんな仲良しカップルに戻りたい長渕もやってない、長渕もやってない、喉にダメージが起こるものは全てやんなかったから、うん、美穂ちゃんいらっしゃい、今日はこの辺にしといてやるか、そうそうそうみんなむしろ聞きやすかった、うん、びっくりする、ありがとうババア、うん、いやなんか日本人ってさ、そのなんか若い女ほどいいみたいな風習ってあれ世界では全然ないから、だからあの海外の女の人に可愛いってことはキュートって言葉使うとディスなんだよそう、あの結婚してて初めて女性として一人前とか、その年を取ってて、そのだからその レディーを尊ばれるんだよ。キュートは子供に使うね。そうそうそう、そういう可愛さだから。マイケルのことをマイキーっていうような失礼な。そう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 。ね、日本人がロリコンすぎるんだって。俺はあんまりその文化よ、なんかあんまり好きじゃない。そう、年取って綺麗になるものもあるからね。あのバカって言ってるようなもんだから。そう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 。あどけないとか言ってるのと一緒だから、あどけないも日本語だと肯定的になるもんね、ニュアンスだと。そうだよ、日本だけですよ。だって何歳で結婚してたんだっけ、日本人って10歳とかで結婚してたんでしょ。歩いてきたくだよ、そんな遠くないもん、歩いてきたく。外国人はよく可愛いってバカにするよ、日本人を真似たりするよ。いやだからその文化がやっと日本の可愛い文化が、あの外人にようやく理解されるようになったんだよ。日本人はロリコンすぎるんで、いくらあの昔から。家がいっぱいあるぞ。家がいっぱいあるけど、それダンボールハウスだね、なんか。あ、そっか。うん。浅井さんはあの辺で生活してたんだよ。この辺のボスだった。向こう側かな？増えたな。年末だ、増えるんだよな。またダンボールハウスが増えました。一回減ったんだけど。雨止んで気持ちいいね、なんか。うん。気持ちいいね。空気は綺麗になったね。おお、子供二人生まれた？和道とのんたんにしたって、ドラクエ5の子供。あー、それは強い子供育つよ。うん。残念な感じな子ね。和道とのんたんしちゃった、ビアンカにしたちゃんと金髪の子供。浅井さんはそうだよ、ここら辺のボスだったの。浅井さんはこの辺で5年間もうあの死にかけて病弱で動けなくなっちゃって、いっぱい見えるでしょ、向こう側すごいね。そうそうそう、激しく、うん、そうだからあのこの辺でそのいろんな人を知り合い、浅井さんこの辺で出会ったんだもん、浅井さんに3年前かな、 あれ浅井さんじゃない、違うか、早えな、うん、向こうすごいね、向こうは、ね、うん、だってすごいもん、向こうテーブルとかで将棋とか売ってるよ、麻雀とかやってるもん。増えたな、だいぶ。そうだね。でも新宿ですごい有名な猫ファカフェって呼ばれてる、あの猫を飼ってるホームレスのおじさん死んじゃったんだよ、取材する約束してたのに。すげえ残念だよね。早起きだ。いや起きるっつうか、この時間がほら拾いに行く時間だから、今仕事の時間帯だよ。あ、のんたん見せてあげるよ、ちょっとすごいの見せてあげる、みんなも今日すごいの見せる。
浅井さんは家の方だけど、あ、やってるやってる。有田さん。あ、本当か。うん。すごいでしょ。うん。あれでだいたい2000円ぐらいだよな。すごいよ、ほら。ちょうどあった。あれ？なんだ？俺の 目悪いから、空き缶に見えてただけだったわ、これ。空き缶じゃなかった。うん、空き缶の束、その、浅井さんが拾ってる量を見せてあげようと思って。都庁の方だね。うん。大阪？もしかしたら多分向こうの方に空き缶の収集場があんの、うん、マジで飲んだうわって言うよ。浅井さんが一人で拾ってる量とちょうど同じぐらいの量なんだけど、もう壁になってんの、うん、もしかしたらないかもしんないけど、今日雨だったから。早朝のウォーキングいいね。早朝っつって真っ暗だけどね、夜中みたいだよ。あー月、あー綺麗、月飲んだのんたん、月綺麗。今日月綺麗だわ。綺麗。まあカメラじゃ伝わってるかどうかわかんないけど。今日。カメラだとボケるんだよね。拾ってお金に、そうだよ。浅井さんはそれで1日2万稼いでんの。とんでもない量拾うよ。で、こういう土建屋さんとかが、あの、ホームレスの人を日雇いで雇うの。働いてかないっつって。綺麗だね今日。マジでね、初めて見るとね、すげーってマジで震える。そうだよ、浅井さんはホームレスでめちゃめちゃ有名だもん。それを知り合いのホームレスに全部配ってんだよ、お弁当とか買って、毎日布団とか。だから神様って呼んでんの。自分もちょっとね、じゃあさせて。ああ、俺らもね、結構奢ってもらってるよね。金出そうとするとブチ切れるからね、浅井さん。いいんです、ダメです、とか言って。で、空き缶家で貯めてるの浅井さんにプレゼントしようと思って。で、この前、貯まったからあげるっつったら金払われたからね。いや、それ本末転倒でしょ、っつってさ。でも、猫。いや、猫喧嘩してる。にゃおーっつってるね。まだ盛りの時期じゃないもんね。ガチ喧嘩だね。だから、でも20日ぐらい働いてるから、多分月40、40、50万は稼いでるはずだね。うん、生活できるところじゃないよ。ダンボール。これも、あの、ホームレスのしのぎ。うん。普通にその辺のバイトよりも稼いでるから。だからそれを人のためにやってるのがすごいよね。すごいよね。財産持ってないもんだから。だから iPhone とか持ってるんだよ。あるかな、あるかな。ここのね、道の壁沿いにブワーって並べたんだよ。マジでね、一回放送でも見せたいなと思ってたの。多分浅井さん今日仕事でいろいろ回ってると思うけど。おはよう。おお、早いっすね、起きんの。いや、ホームレスの人はね、自分が食う量しか稼がないから、だいたいね、1000円とか800円分拾ったらやめるっていう生活。浅井さんがやりすぎなの。うん。だいたい、その日分を稼ぐっていうのが、ホームレスのスタイルかな。あと、段ボールとか新聞紙とか古本とかいろんなしのぎがあるんだけど、あと、祭りの屋台の出店も、あの、あるね。屋台は一番良くて、年末年始とか屋台3日間ぐらいででも日当ね、1万円とかもらえるの。屋台のもの食い放題で、日当1万2000円つってたかな。結構もらえんだよ。だから、あの、正月シーズンは屋台ホームレスみんな行くから、ホームレスが消えるんだよね。ここで、あの、屋台の店番はホームレスがやってるという驚愕の事実を。知らなくていいこと。で、神社の前にいるんだね。神社の前にいっぱいいるよ。うん。どこで見てきたね。うん。うん。あ、だから、あの、あれもそうだよ。
あの、なんだっけ、この前さ、あの、なんだっけ、行ったじゃん、なんだっけ、そこ、あの、バザーじゃなくて、バザーじゃなくて、あれもそうだよ。なんだっけ、この前配信やったじゃん、日曜日。なんだっけ、フリーマーケット。フリーマーケットの出店も、あの、しのぎである。店番やってて、つって。あ、ないかな。空き缶全然ないわ。ちょぴっとだね。ちょぴっとだわ。だいたいね、今日一袋しかないんだけど、この柱が埋まるぐらい。この柱が高さ、満杯まで、ここが、ここの一角が全部埋まるまで。ノンタンそこに立ってみて、ちょっと。だいたい、ノンタンの背の 1.5 倍ぐらいの高さで、この道が埋まるぐらい積まれる。今日は一袋だ。雨だからみんな拾ってないね。うん。一袋だけだった。残念だね。今日は全然だ。みんな、これが多分空き缶拾い用のだと思うけど。じゃダメだった。みんなやってないみたい。せそうだよな、台風だもんな。寝てたね。うん。寝るわね。残念でした。いや、街を綺麗になるわけじゃないの。あの、そこちょっと複雑なんだけど、あの、区の、あの道路にさ、あの、毎週ゴミ出しの日とかに入ってるのを持っていくから、あの、泥棒って叫ばれてる。あの、普通にみんなさ、街に落ちてる空き缶拾うわけじゃなくて、ダストボックスからこう、回収していくからガチャガチャうるさいし、結構そこは賛否両論あるけど、俺はね、別に、なんか、ね、どうせ捨ててるゴミなんだからっていう。グレーゾーン。グレーゾーンだ。グレーゾーンっていうか、区とかが訴えたらアウトだね。うん。まあ、グレー、限りなく黒に近いグレーゾーンだ。見過ごしてるだけだからね、単純に。別にいいと思ったけど、いらないから捨ててるわけだ。いやー、ひどいこと言うよ、結構。この泥棒が、とか、クソ野郎が、とか、暴言も吐かれまくるよ。俺1時間だけ手伝ったんだけど、取材しようと思って、1時間で心折れたもん。本当に。おい、泥棒やろとか言って、ガシャガシャうるせえんだよとか言って、マジやかられるから。それは浅井さん切り抜けるからね、嘘ついて。浅井でございます。町内会には話を通しております。失礼します。とか言って嘘ついて切り抜けるから。だから浅井さん、町内会って言うんだよ。全然話通してねえかんな。浅井さんはね、結構有名人でね、あのどよめくも歓声も浴びるかんね。街中とか平気で走ってくの、商店街とか。だから、あの超自転車に 3,4 袋積んでやるから、おーってみんな言う。商店街とかすげーとか、うん、なんか名物になってる。うん、浅井さんは新宿のホームレスだったら知らない人絶対いない。いたら潜り。浅井だろうとか、浅井さんでしょとかみんな知ってるよ。うん、変なこと教えるなよって言われたんね。そう。浅井がよ、YouTube 始めたとか言ってやーとか言って、和藤さん変なこと教えんなよって怒られたもん、この前。あいつうるせえんだよとか言って、何でもかんでも撮ってやーとか言って。有田さんブチ切れてたから。浅井さんは謎だよな。いや、春巻き楽しみだな。ありがとね。ちょっと温めるトースターで。うん、焼いて。あ、エレファントカシマシ歌うの忘れた。あ、くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く。こっちが行く？
いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙、いつまでも続くのか吐き捨てて。っていうかさ、メモレイも来たしさ、なんかマンゴロモアも来たしさ、ニコ生の大手がふわっち今日すごい来てたよ。彼女のどこが好き？嫌いなところがない、全部好き。うん、引っ越してきたんだけどね。引っ越してきたね、今頃気づいても遅いよっていうね。彼女の嫌いなところがない、この人だと思ってます、直感的に。みんなあんまり外配信しないからね。外配信しないよね、インドア派だよね、外の方が面白いのにね。だからやっぱ最近のトレンド見ると、やっぱフットワーク軽い配信者が大手になってる気がする、結婚も考えてるの。俺は結婚してもいいかなって初めて思ったけど、彼女がそんな気はあんまりないらしい、なんかあんまりその、俺もノンタンも変人だから、あんまりねそういう普通の感覚ないよね。わかんないけど、今が幸せだったらいいんだよ、いればいいんだけだもんね。そうそうそう、今のことしか考えてないから。左左、寝落ちしてた、ありがとう。彼女子供いるってこと？あ、いないよ、いないいない。そうだね、っていうか結婚っていう制度が古いと思ってるから俺は。まあ別に初めてしてもいいかなって思ったのは妥協案として言ってるから、それくらいいい人だっていう比喩表現の一個であって、結婚っていう制度自体は古いと思ってるね。あれ、みんな結婚って何のためにするか知らないでしょ。法的に言ったら、なんだっけな、扶養義務と遺産相続の権利だけなんだよ。意味わかんないよね。結婚した方がややこしくなるんだよ。そう、まあでも本当にずっと一緒にいるんだったら助成金とか優遇されるから、まあした方がいい部分もあるかもしれないけど、別に養子とかでもいいんだよね。そう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 、だから結構ね、新興宗教がそういうことやってるね。もうバン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 自分の子供にしちゃって、それは結構面白いなと思った。カラオケ面白かったね、ありがとうね、見てくれて。なんか結婚したら幸せっていう思い込みとかあんまり洗脳されないようにしてるね。そう、自分でちゃんと考える癖をつけてるから、あんまり先入観みたいなものを取っ払ってね、全部自分で物事を考えて自分にとっていいと思うものだけ選択するようにしてる。素敵に聞こえるけど、よく考えた。そうだよ、あれはただの契約だよ、法的に言ったら。だから自分が死んだ時に財産を分与するっていう契約と、あとパートナーが困ったら養うっていう契約、ただそれだけ。働いたらね、扶養家族とかでなんかあるけどね。まあ一緒に住んだらね、扶養義務あるけど。のんたんないよ、一回も結婚したこと。知らないね。よくよく考えたら聞いてなかっただけであるかもしれないね。ある？ないよ。ないか。ないって。いや別に、結婚してたとしても俺なんとも思わないけど。あんまり過去にはこだわんないから。よっしゃ、家に着いた。そうなの。家に着いたよ、なんか。意外近いでしょ。おはよう。スケさんでーす。スケさんが顔見えなくなってる。はい、ワドツ。どうも。スケさんでーす。スケさん、挨拶して、スケさん。スケさん、挨拶して、ちゃんと。門番で。そんなに遠くないよ。東京狭いよ。そう。スケさん、ただいま。釈迦？釈迦寝てた。ごめんね。帰ってきたよ。さあ。スケさん。のんたに買うなよ。絶対買うなよって言われたんだけど。
まあ振りか、振りかなと思って買っちゃったんだよね。いつの間にかいたって、うん、あーって買ったのってじゃあ一旦枠切ります。お疲れ様です。お疲れ様。家配信に切り替えます。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう